はい。おはようございました。今日はね、X マインドっていうアプリをご紹介したいなと思います。それなんぞっていうと、頭の中を可視化するアプリですね。えー、マインドアプリと呼ばれているものには、いろんな、たくさん、あの、種類あるんですけど、私はね、X マインドっていうアプリをね、えー、使います。使いますうん。最近つ、実は最近使い始めたばっかりですけどね。 えー、このおアプリは無料で使えますアプリの、まあ、機能を、まあ、フル開放するには、えー、課金しなければいけないんですけどもお無料で十分ですね、うん、無,料お無料で使える範囲で十分使えますのでね、えー、気になった方はお試しいただいたらどうでしょうかねこのアプリはね、えー、Windows でも使えるし Mac でも使えるし Android iOS, でも OS を選ばないんですね。えー、なので、まあ、パソコンで作ったのを、出先からね、iPad で編集するとかね、えー、いうことができますので、えー、ずっとおパソコンに貼り付けっていうようなこともなく、まあ、非常に自由度が高い。 ウェブの中だけで完結してしまうウェブの中で全、まあ、てを動かしてしまうっていうような、ねえー、時代がねもうすぐそこまで来てるんじゃないかなっていうふうな気がしますでは早速ね使い方いってみましょうはいアプリを立ち上げると、まあ、非常にシンプルな画面ですね直感的に使えるようなあ形になってますそれでいて 使い込むと機能はたくさんあるんですけれども全部の機能は私は今のところ使いこなせてませんねはい新しく作るときはファイルから新規作成を選びますねでまあテンプレートがいろいろ出てくるんですけれども、まあ、ご自分のやりやすいようなイメージに合うようなテンプレートを選んでもいいし中心からね、えー、最初から自分で、ね、テンプレートを使わずやる方法があります 左なあの一番左なんかはね、えーまあ、中心からまあ右にネガティブ左にポジティブみたいなね、えー、書き方する場合にはいいんじゃないでしょうかでも私の脳はそうはできてないので私の脳はもう左から右に行くいうふうにできてるんでねそれが一番わかりやすいんでね、えー、こうお左から右への流れで作ってます。 はい、中心トピックというところにね、えー、一番主題となるようなものを書きます、まあ、今回はカレーが食べたい <laughs> カレーが食べたいっていう風なあなロジックでいきたいなと思いますじゃあカレーっていろいろあるよねあの空白のところでダブルクリックするとテキストがね打てるようになります まあ、カレーが食べたいということでね、カレーいろいろありますよね、シャバシャバなんか、えー、トロトロなんか、どんなカレーが食べたいんですかみたいなねで、えー、シャバシャバって売ったらね、あのカレーが食べたいのを横に持っていくとね、自動で線がつながるようになりますね。で、えー、トロトロ、今トロトロって売ってますけど、トロトロと書いたね、 テキストをまた同じように「カレーが食べたいのち」のところに近づけると、まあ、線が自動でついてくるようになりますね。でさらに「まあ、シャバシャバカレーが食べたい」のところにどんなシャバシャバカレーが食べたいのかみたいなことをね書いていきますね。 はい、こんな感じでね、えー、パシ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 とね頭の中あ思いつく限りのことをね、えー、書いていきます。で、テキストもねあの自由に大きさ右,右の方のハケのマークを選ぶとねテキストのね、えー、形であるとかフォントであるとか大きさであるとかいうふうもあの自由にね選べますのでそういった形で進めていきますね。 ザクザクっとですけれども一応完成ですねはいえっとマインドのテキストの横にあるねマイナスマークを閉じていくとね、えー、右側が消えるって言った仕様です、えー、閉じるとね今度、まあ、マークがプラスになりますのでねプラスを押すと隠れてたのが開くっていうようなね形になります今どんどんマイナスをね閉じていて でね、えー、若りっていうのが本当はシャバシャバのところにないといけないのにとろとろのところにね線、えー、がとろとろのところに若鶏を入れてしまったのでねこれちょっと直さないといけないですね。はい、それからねシャバシャバととろとろの前にね、えー、辛口なんか甘口なんかっていうのをね入れるの忘れてしまいましたのでねこちらの方もね、えー、直さないといけないですね。 なのでとりあえず若鶏のトロトロのところにある若鶏をシャバシャバのチキンの横につなげますね。で、えー、その後、辛口なのか甘口なのかっていうテキストをね追加したいなと思います。で 作業が楽なように一旦ドラ,あのドラッグして囲んでスペースを確保してここにねテキストを打って辛口それと甘口っていうのをね追加していきますねで追加ができたらねあのテキストの大きさをね直して できたら、えー、ドラッグアンドドロップして辛口のところに持ってくるといったようなね、えー、修正方法修正ももうこれ本当に簡単です手書きだったら大変なんですけどねでまた同じようにマイナスでね、えー、閉じていってますでカレーが食べたいシャバシャバトロトロ っていうところだけね残るようなな形になりましたはい出来上がったのでね、えー、私の頭の中ですよねカレーが食べたいシャバシャバトロトロシャバシャバが好きじゃあシャバシャバの中でも甘口なんか辛口なんか辛口が好き、えー、じゃあ具はどうするどんなカレーにする野菜なんかシーフードなんかビーフなんかチキンなんか野菜カレーやったら溶けた 野菜がいいのか、ゴロゴロ野菜、カレーがいいのか、じゃあゴロゴロが好き、じゃあゴロゴロの野菜を何入れる人参玉ねぎ、じゃがいもみたいな形でね、えー、整理していきます。じゃあシーフードの場合はって思った時にシーフード何入れるプラスボタンを押すと、まあ、エビ、アサリ、イカ、ホタテみたいな形でね、グーが出てきます。さらにね、エビのところをプラスボタンを押すと、 エビはブラックタイガーがいいあの冷凍のねシーフードがつまったちっちゃいエビじゃダメだよってしかもブラックタイガーたくさん食べたいってたくさんぶっ込んでくださいみたいな形になりますねビーフカレーね、えー、私はあの肉が食べれないのでビーフカレーとか,かチキン とか基本選ばないんですけどまあこれテストなのでねどの部位を入れるのかっていうような形で書きました、まあ、私はねシャバシャバで辛口でシーフードでえー、エビ,エビたっぷりの大きなエビたっぷりの具だくさんのシーフードカレーが食べたいなっていうのがね私の頭の中を整理した結果こういうロジックが出来上がりましたっていうようなね アプリになりますはい、えー、ザクザクっとですけどね、えー、作り方 X マインドの作り方をご紹介しましたいかがですか面白いなと思った方はあのダウンロードしてね、えー、使ってみてもらったらいいかなと思います近いうちにねこの X マインドを使った、えー、動画をね 1>, 1本あげようかなと思ってますのでまたそちらも見てくださいでは元気で健康で明るく過ごしましょうバイバーイ